ベアトリーチェ・ボロメオは、イタリア貴族のボロメオ家の一員であり、2015年、モナコ講師ピエール・カシラギと結婚し、モネガスクの一員である。イタリアのメディアでは、ジャーナリスト、テレビ番組の司会者、モデルとして知られる。彼女は、父親を通して、ローマ・カトリック教会の数奇教、ミラノの大主教、そして聖人となったカルロ・ボロメオと、関係がある。一族は、 現在、イタリアのボロメオ諸島のほとんどを、そして、イタリアのマジオレコ、ミラノの町、ロンバルディア州とピエモンテに多くの不動産物件を所有している。彼女は2004年にミラノで中等教育を得た。ボロメオは2010年にはミラノの木工に大学で法学士を取得し、コロンビア大学ジャーナリズム大学院で2012年5月に、 ジャーナリズムの修士号の学位を受けた。2008年より、モナコ公女、カロリーヌ・ド・モナコの末っ子であるピエール・カシラニ公講師との交際をし、二人は2015年7月25日に、モナコで公式に結婚をし、結婚の宗教儀式をベンラ島まで行った。2017年2月28日には、長男のステファノを出産する。 2018年5月21日には、次男のフランチェスコが生まれる。ボロメオ家の文章、ヒューマリタスという単語の様式化されたバージョン、子供を巻き込むヘビのビスコンティおよびボロミアの指輪の小さなバージョンが含まれている。ベアトリーチェ・ボロメオは、ボロメオ家の一員であるが、両親が正式に結婚していないため、貴族の称号はない。ベアトリス・ボロメオは、 ニュースウィークとデイリービーストに貢献している。さらに2009年にイルファとクオーティードアーの新聞が発行されて以来、彼女はフルタイムのジャーナリストとして働いた。彼女はイタリアの数多くのテレビ番組に出演した。ありがとうございます。